俺だよ。私の個性ごめんね、勝手に。緊張するよね。お互い頑張ろう。じゃあ、女子と喋っちゃった。見えてくる。見とるね。頑張ってね。うん。これが僕のヒーロー名です。グラビティちゃん、基礎トレやるよ。あ、はい。じゃあまた学校でね。大変な時にごめんね。じゃあ恋バナ。女子との通話ってすごい。うわー、声近っ。ん？それは彼のこと好きなの？好きなの？好きなの？ないよ、そんなんじゃないから。どうした、うららか君、顔が赤いぞ。風邪か？何かあったのね、お茶子ちゃん。君、彼のことを。楽しそうやね、デク君。うららかさん、どうしてここに。楽しそうやね。2階行った。清掃なんて初めてだ。八百万さんに借りたんだけど。似合ってるよ、すごく。デク君ったら、私なんか言わんでいいって。うららか君、デク君、ついに林間合宿の始まりだね。そうだね、うららかさん、近い。どうしたの？いやあ、そのあ、君、彼のこと。そうだな。デック君、お大事にね。うん、みんなもありがとう。
だな。なんでこんなざわつくんだ。戦ってる時は平気だったのに。やだな。君、彼のこと好きなの？恋だ。この気持ちはしまっておこう。デク君の目標のためにいっぱいいっぱいで余裕のない姿をかっこいいと思ったから、この気持ちはしまっておこう。あんな風に頑張らなきゃって思うから。お母さんとオールマイトに早く見せたい。そうだね。え、お、なんなん、デク君。ありがとう、うららかさんのおかげで助かったよ。そんなこと。あ、解除するね。デク君はデク君って感じだね。え、何それ。根っからのヒーローってことさ。デク君、誰かデクを、デクを守ってー。サヨちゃん、ゲロ。これ以上は本当の病院じゃないと。そんなのダメだ。ドリア君、平気なのか。